医薬金とかも結構リアルな話、もう医薬金とかも全部払ってもうやめようって言ったの。この撮影自体なしにしよう。それぐらい僕はカナミのことを大切に思ってるし、こんばんは。こんばんは。なんか顔めっちゃ白いんだけど、私だけ。本当だ、ライトの加減じゃない。この今お風呂上がったばっかです。はい。ちょっとあの僕たちのこう関係性、うん、今はもう夫婦ですけど、まあ、カップルだった頃も含めてこの2人のこう向き合い方、付き合い方のあり方の変化について、はい、ちょっとお話ししたいことがありまして今日は飲みながら撮っていこうではないかということでございます。はい、2人で飲むのいつぶり？ね、いつぶりでしょう。新発売って美味しそうです。これ夏限定のほろ酔いパインと、僕もパインと、あと僕はラムネですね。さあ Thank you。 乾杯いただきます。ねえ、あ、美味しい。パインやばい。これもこれも限定、美味しい。でね、今日何を話したいかというと、うん、まあ、最近あのフミヤとカナミのことをあの知ってくださった方はね、全然イメージ湧かないと思うんですけど、なんかこれ伝え方すごく語弊があるんだけど、うん、付き合った当初から、まあ、そのアベマ TV に、うん、なんか耳が詰まったの。大丈夫？すいません、ちょっとコンディション悪めだけど。アベマ TV に出たのが付き合って2年目ぐらいの時、うん、本当それまでなんだろう、言い方がなんかね、これ合ってるのか分かんないんだけど、こうザ・亭主関白みたいな感じ、うん、で僕はすごい感じてて、なんか自分自身が、あ、今ね、こう今振り返ってみるとすごいそうだったんじゃないかなって。今日違うの、違うんですよ。今日僕久しぶりにドラマを見てて、付き合い始めの頃の自分のこうカナミとの向き合い方を振り返る時間があって、うん、でそしたらなんかすげえ亭主関白だったなと思って、うん、今から考えると本当に想像もつかないし、なんか信じれないんですけど、その辺をカナミに聞いてみたかったの。え、カナミはどう思ってたのかなと思って。亭主関白まではいかないけど、うん、いや亭主関白だな、一言で言ったら亭主関白だった。うん、ですよね。うん、でも今もうすっごい愛妻家じゃないですか。そうね、自他ともに認める。うん、カナミもさ、今の僕の姿からさ、こうやって話を振られる前まではさ、想像つかないし忘れかけてたじゃん。忘れないよ。あ、忘れないんだ。忘れないよ。これが俗に言うやられた方は忘れないよってやつですね。そう。そっか。でもね、やっぱりこのなんか僕のカナミへの向き合い方、別にその付き合いたてから亭主関白と言われた時代も、うん、すごくカナミのことを大切にしてたし、うん、すごく好きだったし、うん、愛情も注いでたし、うん、それは分かるじゃん、それは伝わるでしょ、うん、それはなんか今度は顔が痒くなる。なんか今日コンディションがコンディション悪いな。違うんです、ヒゲ剃ったんですよ。そうで、でね、まあ、そもそも今日ドラマ見て思ったっていうこともあるし、さっきもちょこっと話に出た、まあ、そのアベマ TV から僕たちのことを見てくれてる人たちがね、こうたまにコメントくれるんですけど、あの頃のフミヤ君はどこに行ったのかと、うん、真逆じゃないかと、うんうんうん、いうようなコメントを結構もらって、なんかそこに対してもこう結構ね、戸惑わせてしまってたら申し訳ないなと思って。そうね、なんかちゃんと説明した方がいいなと思いつつも、この動画を撮ってみようかなっていう感じで、うん、どんなところが亭主関白だったなって思うの？どんなところ？うん、具体的に自分がなんかドラマとか見て、うん、あ、だったかもしれないって思ったきっかけがあったわけでしょ。いや、なんか全然まずそもそも配慮ができてないなと思った。え、一言で言うと、僕が今一番嫌いなタイプの男。嫌いなんだ。うん、女性に対してすごく優しくない男ってめっちゃ嫌いだし、うんうんうん、付き合ってるパートナーに対してもそうだし、うん、パートナー以外のさ、こう男性と女性っていう、例えば上司と部下とかいろいろあるじゃん、うん、そういう関係性でも男性が女性に優しくしない社会とか、そういう構図ってすごく僕嫌いで、うん、そういう発信もしていってるんですけど、まさにそれを自分がやってたなっていう感じ。具体的なのは覚えてないってこと？いや、なんかね、具体的な事例が上がってこないけど、でもそうだったよなっていうのがすごい記憶に残ってるね。で、それが切り替わったタイミングもやっぱ鮮明に覚えてる。
エコノミーは具体的なやつ覚えてる、うん、もちろん、まあ、言えないこともたくさんある。何なんかやだ、なんかそれさ。だからよくね言われるのが、やっぱ今のそのうちらの関係性が動画に出てる、うん、じゃん。友達とかにも、え、ほんと仲いいよねとか、うん、どうやったらふみくんみたいな人出会えるのみたいなこと聞かれるのね、うん、でも最初はそうじゃなかったよと思いながら、うん、もちろん仲いい子には、まあ、昔はこういうこともあったよとかも言うけど、うん、あの最初からじゃなかったよっていう、うん、それはでも言ったことないもんね。最初からじゃなかったよとか、それは自分の心の中に留めて、うん、あ、そう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 、置いてることに。そう、今年5年目、5年間で築き上げてきた仲なんだよっていうことを伝えたい。で、それがあの明らかになんか切り替わったタイミングというか、僕の中でカナミに対してのこう向き合い方が今のベースとなった時期が明確にあって。え、明確にあんの？うん、明確にある。明確にあんの？うん、僕が思う切り替えポイントは、うん、それこそその番組の出演後かな。あ、後なんだ。放送後じゃなくて、番組の収録が終わった後。イタリアでの撮影が終わったと、本当にから、なんかすごくカナミに対して考え方というか向き合い方がすごく変わって。カナミは？なんか私は最初ちょっと一緒だなって思ったんだけど、うん、でも今よくよく考えてったら違った。うん、サヨプロが終わってからすぐフミ君の大会があったんですよ、うん、その大会終わってからかな。なるほど。うん、からガラッと変わったかなって今思った。そっか、結局撮影が終わった後も帰ってきてすぐあれだったもん、減量だったもんね。そう、確かにあの減量も結構当たっちゃってたもんね。節々にちょっと言葉が強かったかなっていうのはたまにあった。でも大会が終わってからそれは全くなくなって、めちゃめちゃ謝られたし、うんうんうん、なんか本当にガラッと変わったのはそこだったかな。そしたら多分ちゃんと実行できたのは、今カナミが言ってくれたように多分大会が終わった、うんうんうん、その減量が重なっちゃってうまく実行できてなかった、うん、実行に移せなかった、うん、なんかやっぱ減量ってご存知の方もいると思うんですけど、やっぱり結構こう自分の感情のコントロールが難しくて、自分はこうしたいと思ってもなかなかそれを実行に移せないことがすごくあったから、そうだね、減量が終わってうまくそれが実行に移せたって感じ。うん、うん、1年に2回大会出たんですよ。で、春に出て、で、その大会終わったすぐぐらいにサヨプロが決まって、うん、でもそっからはもうお互いちょっと気張ってる状態がずっと放送終わるまで続いていて、うん、でもまあさらにふみくんは大会本番があったから多分12月までずっと気張ってて、12月の大会は初めての団体に出る大会だったので、多分より気を張ってたと思うのね、うん、まあ当たり前なんだけど、もうずっと大会のことしか考えてなかったから、うん、ちょっと大変そうだなっていう気持ちではあったんだけど、うん、でも逆に12月の大会終わった途端にガラッと変わりすぎてちょっと動揺したの。あ、それは言われたかもね。うん、カナミにめっちゃ言われた。なんかついていけないって言われた。いや、それは言ってないよ。あ、でもついていけないっていうのは節々、うん、あのちょこ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 言われてた。今までのふみくんのテンションについていけないか。そうそう、テンションがこう普通のふみくんだと思ってたから。あ、そう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 、だからすごく急激に変わっちゃったから、うん、どっちが本当か分かんないって言われて。そう、でもそれぐらいあのね、大会の減量はちょっと過酷すぎちゃって。そうそうそう、だから終わるまではどっちかっていうと亭主関白みたいな感じ、うん、で俺についてこいみたいな、うん、俺の言うことは絶対だぞみたいな感じの雰囲気、うんうん、でも12月はかなみちゃんのやりたいことやりなねとかかなみちゃんが楽しいと思うのは僕も楽しいよみたいな感じだったから、うん、え、なんか、みたいな。そう、それはね、当たり前なんだけど、やっぱ後者の方が本当っていうか一番楽な本来の僕の姿でやりたいことやりなとか、あの全然好きなようにやっていいよみたいな感じなんだけど、でもやっぱ付き合いたてっていうのもあったし、うん、番組ですごく気を張ったっていうのもあったし、うん、カナミと付き合ってから分岐点を迎えるまでに、うん、気を張ることが重なりすぎちゃったっていうのが正直あって、うん、そうだね、こう付き合いだてってやっぱりカッコつけるし、うん、それだけならまだすぐさこうありのままを出していけると思うんだけど、うん、でもそれにプラス減量も重なって、で番組の出演も重なって、どん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 自分の素を出していくタイミングが後ろにどん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 行っちゃって、うん、そうで、それが自分自身の本当の姿って思い始めてたのよ、番組に出始めた頃って、うん、でもそう、番組ですごくこう
なんか本当に別れるかもしれないみたいなタイミングが一回あって、番組の中でこれね、番組の中でも僕言ってるんですけど本当にカナミを失ってしまうかもしれないって、その時にカナミと付き合って初めて思ったので、そこでうわこのままじゃダメだと思って、ちゃんと自分の気持ちに素直にならないといけないし、カッコつけてる場合じゃないと思って、そこから僕は明確に変わったの。だからそこからは僕自身すごく楽になった。カッコつけなくて済むから。そうだね、あの時お互いボロッボロだったね。うん、本当に私はそのあるきっかけ、同じ多分ところなんですけど、クソくらえとか思うぐらい思ったのね、うん、もうどうにでもなれよと思って、うん、もう全員が敵に見えたから、うん、誰も同意してくんないじゃんみたいな気持ち、ね、そう、共感してくんないじゃんみたいな、で全員男だったし、ほぼそうだった、あれ辛かったよね。そう、で、なんか男の意見だったのね。そうだね、番組のこう企画の方向性も女性の意見じゃなかったもんね。そう、で仕事仕事って言って、でもスタッフの方たちはすごい分かるのよ、うん、気持ちが、ま、そう、あのね、スタッフの方もまさに上の年代の方だったから、うん、だからこう、より亭主関白世代というか、なんかこれ偏見があったら申し訳ないんだけど、年代が上がっていけば上がっていくほどさ、それこそこう、女性はなんか家庭に入れみたいな、やっぱそういう風潮って強かったと思うのよ、うん、なんかイメージで しか話せてないから、これ違ってたら申し訳ないんだけど、うん、だからやっぱりその年代の方が多かったから、そう、別にスタッフさんがそうだったとは言ってるわけじゃないんだけど、そう、でもなんかやっぱ男の意見っていうのがあって、うん、女性に完全に寄り添うっていう方があんまいなかったのと、うん、まあ、私が結構ちょっと強がっちゃってたっていうのもあって、うん、だからそういう風にてめえいい加減にしろよみたいになった時はスタッフの方も正直驚いてて、うん、焦ってた、そう、え、やばいみたいな、大丈夫みたいな、うん、っていう感じだったのあの時で、私ももう本当どうでもいいやって感じで、うん、でもふみくんの最後の言葉を聞いて、あ、本当ごめんなさい、そう、僕はその時に一回カメラ止めてくださいって言って、で、本当かなみと本当1時間ぐらい話したよね。話した、話して、お互い泣いてね、もうこれ、カナミが嫌だったらもう番組全部断ってなしにして、違約金とかも結構リアルな話、もう違約金とかも全部払ってもうやめようって言ったの、この撮影自体なしにしよう、それぐらい僕はカナミのことを大切に思ってるし一番に思ってるよって、初めてなんかそこで初めて泣いたの、あの私の前でなんか弱みを見せたのが初めてだったのね、うん、なんかそういう失いたくないっていう気持ちがちょっと見え始めたというか、うん、今まではなんかもうお互い好きで当たり前みたいなところがあったから、うん、そう、だから本当にそこがきっかけで、まあ、殻が破れて、うん、まあでも本当もう帰ったらすぐ大会だったからまたちょっとまた戻っちゃったっていうのはあったんだけど、うん、でもね、もうそっからよ、弱みをどんどこどんどこ見せてくれるようになったのは、それこそ今までの付き合った最初の方の大会とかは絶対弱音吐かなかったし、うん、そもそも私にも減量のこととか大会のことってほとんど話してくれなかったんですよね、うんうんうん、もちろんトレーニングのことも、でもそれを機に何でも話してくれるようになって、うん、で、お互いでちゃんとこうふみくんのことを理解する、うん、自分自身を理解して私もふみくんを理解してみたいなことができるようになってから、もうなんか嘘偽りない感情と本心を見せれるようになったかな、うんうん、でそっからなんか急に仲良くなったね、仲良くなって、いやもちろんそれまでも仲良かったし、そう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 、今はさ本当に胸張って自信を持って多分日本で一番仲いいって言えるぐらいすごく仲良くて、うん、でも多分だけど付き合った当初からその2年ぐらいまではそこまで胸を張って自信を持って多分言うことはできなくて、うん、そうね、もちろん仲も良かったんだけど、だからなんか本当そのことがきっかけで、で結局ね、これ何を伝えたいかというと、確かに別になんかこんなことをただだらだらとあの言うためにこれ撮ってるわけじゃなくて、本当に今大切な人がいる方は一日も早くなんか自分のありのままの姿をパートナーの方にしっかりとこうなんか見せてほしいなすごく思ったんですよ、うん、僕は正直カナミと付き合うまではずっとカッコつけてた偽りの自分だったの。あ、じゃあ甘えたりもしなかったってこと？そうだね、こんな関係性では絶対なかった。だからこんなこと言ったらさカナミにすごい申し訳ないし見てる人もちょっと嫌な気持ちするかもしれないんだけど、以前に例えば付き合っ
った人たちとか、うんうん、以前の僕を知ってる人たちなんかは今世に出回ってる僕のそういう姿を見て絶対嘘じゃんと思ってるはず。なるほどね。それっていうのは今までの僕が作られた嘘の自分だったから。だからなんかすごいコメントでもらうのが今が作られてるじゃんっていう。みんなはアベマの時のフミヤを本当のフミヤだと思ってるから、うん、だから今の姿を見て嘘ついてんじゃないよみたいな、うん、なんかすごい猫かぶってるじゃんって言われることもあるんだけど、それすごい逆で、うん、どっちかというと今の僕が素でそれまでの僕が嘘だったっていう感じだから、なんかそういう番組に出ておいて嘘だったっていうのもなんか変な話なんだけど、でも当時の僕からしたらあれは本当の僕だったんです。そうね、そうね。そう、だから別にその嘘をついて出たわけじゃなくて、ありのままの自分だと思って出た姿がやっぱ偽りのこうなんかかっこつけだった、かっこつけた僕だったから、うん、だからそこにすごいギャップを感じる方が多くいると思うんだけど、でもそうじゃないよっていうことをちょっとね伝えたかったし、なんか本当パートナーがいる方は一日も早くこうありのままの姿を見せてほしいなと思いまして、うん、そうだね。でも今の話を聞いて思ったのは、確かにその格好つけてるふみくんしかさよならまでは見てなかった。そうだよね。そうそうそう、本当に今のこの感じはそれこそその大会以降出てきてる本当のふみくんだから、うん、私すらも見たことなかった、うん、なんかイエーイデーみたいなのよくやってるんだけどちょっと待って、みたいなよくやるんだけど、これはやってないですよ。やってるじゃん。そんなことはやってない。そんなことはやってないよ。ピピーとかよくやるんだけど、これも見たことなくて。そうだよ、ほんと最近。楽だよ。かっこつけない人生ってすごく楽ですよ。いやほんとそうだと思う。なんか、まあ、気使ってるわけじゃないんだけど、確かにそのかっこつけふみくんの時は一緒にいて、なんだろう、喋んなきゃとか、うん、なんか楽しい話したいなっていう気持ちが結構あったんだけど、今とかって、これこの間友達にも話したんだけど。何話したの？違う、あのね、あれふみくんに言ったのかな、忘れちゃった、多分友達に言ってるんだけど、うん、よく一緒にお風呂に入るんですけど、うん、なんかその時にふみくんが湯船使ってて、私がシャワー浴びてる時に、うん、たまに一人でぼーっと考え事してると、ふと我に帰ると、あ、そうだ、一緒にお風呂入ってたんだみたいな時結構あって、うん、一緒に入ることを忘れてしまうぐらい居心地がいいんですよね。なんかさ、居心地がいいっていう表現すらもないよね。え、そうそう、なんて言えばいいの、なんか空気みたいな、そうそうそう、居心地がいいんじゃなくて、いないの。そう、いないもの、ね、いないものってなんか失礼だな。すごい矛盾してるんだけど、居心地がいいっていう表現がないぐらいいないんだけど、でもいないよりもいた方が居心地がいいの。いざいなくなるとすっごい寂しいの。そうなんだよね、なんかそわそわしちゃうんだよね。そう、何したらいいか分かんなくて。いや別に一緒にいる時も何もしてないんだ。そうそうそう、一緒にいる時も別に会話ないよね。言ったら今日もまあ一日中ずっと家にいたんですけど、うんうん、お互い別々なんですよ。多分10時間ぐらい日中じゃあ同じ空間にいたんだけど、うん、会話1時間もしてないよね。一緒の時間を過ごしたのと会話をしたのは食事の時だった。やばそれ以外はお互い別々のことやってるんだけど、うん、でもやっぱ一緒の空間にいるっていうのがすごく居心地がいい。そう、てか落ち着く。なんかこれプップにも言えることなんだよね。私ペット僕、うん、やっぱペットかもしれない。やっぱ大型犬だ。そう、プップもトリミングとかね、うん、あ、それわかるわ、わかる、うん、3時間ぐらいいないだけでずっと寝てるんだけど日中、うん、空気変わるよね。そう、いないだけでこんなに違うのってぐらい静かなの。家に入った瞬間の空気が全然違う。違うよね、うん、それ一緒。やっぱペットだ。うん、うん、大型犬だもん。なんか全国民が認定してくれてる大型犬夫です、僕は。ね、すいません、ゲップしちゃった。でも耳治りました、おかげさまで。もうちょっと謝ってみんなに。すいません、多分息飲みしちゃったの、美味しくても。そしたらなんかこの中でプールで溺れたような仕組みになっちゃって仕組みになっちゃってびっくりした、本当に。そうで、結局何が言いたいかっていうと、今まで築き上げてきた私たちの仲だよっていうことと、あとね、やっぱりこう最初から殻を破ったりとか、うん、本心を見せるのって大変だけど、どっかの自分のタイミングで殻が破れたりとか少しでも見せれたら楽になりますよっていうことです。いずれだってさ、本当に大切って思ってて本当に結婚考えてるパートナーだったら絶対質を見せるタイミングってあると思うんだよね、うん、パートナーさんが大切に思えば思うほどやっぱ一日も早く絶対素を出した方がいいし、で素って、うん、自分が思ってるよりも素を出さないと素になれないから。
言っちゃえば、あの僕たち本当恥ずかしいことに今何もないんですよ。全部多分皆さんが想像できないぐらい全部を見せれるの。でも見せれないの一つ、うん、確かに、うん、これ前も言ったんですけど、カナミは僕の前でプリは絶対します最近ちょっとずつするようになってくれたんです、うん、最近ちょっとずつ、あ、ごめんプリしちゃった、そう、小出しにはしてるんだけど、やっぱりね、ふみくんみたいなブワーみたいなのはできない。なんかよく結構聞かれるのよ、やっぱ どうしたらその仲良くなれますかっていう、仲いい秘訣なんですかって、うん、結構 DM 来るの最近、ここ最近結構来るの、本当に何度も言うけど、うん、仲いいからな。でもだから私たちが大事にしてるのは、まあ、自然とそうなったんだけど、本性とか素を見せられるようになりましたよっていうこと。もちろん、うん、親しき仲にも礼儀ありっていうのは重んじてはいて、ありがとう、ごめんね、あとおはようとか愛してるよっていう、うん、本当当たり前の人間としての礼儀と当たり前の大切な人に対しての言葉、思いやりっていうのは一番大切にしてること。そう、これがある上でのやっぱりこう全てをさらけ出せる関係性、そうね、を構築していけるのがやっぱりすごく私たち的にはね、うん、仲いい秘訣なんじゃないかなって。まあ、正解なんてないからね。そう、僕たちにとっての正解はそれでしたよっていうことぐらいかな。そうだね今ね、その見ているカップルとか、うん、恋したいなとかパートナー欲しいなって思ってる人に向けて今言うね、うん、恋愛で疲れないこと。何それ。やっぱなんかさ、こうやって一緒にいて、うん、癒されたりとか落ち着いたりするじゃん、うん、でもさ、恋愛で疲れちゃうこともあるじゃん。疲れることの方が多かったね、今までは。でしょ。てか疲れてないわ。疲れないの、私たちの関係性。だからこれも素だよね、本性だよね。でもここに関してはこう明確に多分解決方法はあると。何？もちろん合う合わないはあると思うんだけど、僕たちの中で一番こうまくいった、まあ偶然なんだけど、うん、こう一つの選択っていうのは、うん、本当に早く同棲したこと、まあ、それによって無駄な心配がまずなくなったっていうのと、付き合ってなるべく早めに女性側がブチ切れることだと。ねえ、でもこれは本当にこの2つじゃない、僕たちが今こうやってうまく結婚生活を送っていけてる秘訣って。まあそうだね。だから男性は正直やばいやつみたいじゃん。いや、でも男性はやっぱそうあるべきだと僕は思うし、こう絶対に女性はお姫様だから、これは絶対世の全ての男性にあの心に留めておいていただきたいんです。女性は本当にお姫様なので、あくまでも男性がこう一緒にいてもらってるっていう、この精神は絶対忘れてほしくなくて、でその男性がそう思ってくれてるんだよっていうことを踏まえた上で、女性は一日も早くブチ切れてほしいんです。一か八かだって言われ、ワンちゃん嫌われるかなって思いながらブチ切れた。嘘。うん、だってもうそれぐらいイラついてたから。うん、溜め込まないことね。うん、これやっぱ言わないことが円満に解決するってことは絶対なくて、うん、言い方にもよるよ、もちろん。ブチ切れる人もいれば、諭すように言う人もいれば。かなみちゃんは諭せない。え、なんだよ。LINE で長文の人もいると思うんだけど。かなみちゃんは電話でブチ切れでした。そう、電話でブチ切れタイプなんだけど、しかもちょっと半泣きで、なんかヒステリックみたいな声出して。殺されるかと思った。いや、それはない。だから絶対絶対に思ってることは言った方がいい。それで相手がもうどっか行っちゃうんだったらそれまでなの。いや、ほんとそれまでだと思う。そう、だからそこの段階でどっか行っちゃうんだったらいい結果は待ってないと思う。そう、うん、相性だから、これも、うん、ここの相性が合わなかったよっていうだけだから、うん、そうそうそう。たまたまふみくんは本気でヤバいと思ってくれて、私のことを。でも本気でヤバいと思ったんじゃないよ。え、本気で結婚しようと思ってたから、そもそも付き合った段階で。あ、だからそういう風に思わせてしまったら結婚どこの話じゃなくて、そもそも別れなければいけなくなってしまうから、一回信頼失うっていうのは怖いもんね。そう、最初のうちに。そう、だからカナミには何回か言ってるんだけど、やっぱカナミと付き合ったタイミングで僕は結婚しようと思って付き合ったから、だからやっぱりこうそのためにはなんか悲しませるようなことはやっぱあってはならないしっていうところがまず根本にあったかな。でもそれでもやっぱ格好つけちゃうんですよ、うん、でも最初はそうだよ、私だって何もなんか素を出せてなかった気するもん。そうだよね、かなみも素を出せてなかったっていうか我慢させちゃってたよね、うん、そう、私も言えないタイプだったので、我慢がもう爆発に変わるみたいな感じのタイプだったから、そうなるとね、こっちも良くないし相手にも申し訳ない。うん、でもね、そこまで気がつかなかった男っていうのは本当バカなんですよ。いや、そんなことない、私が無事でこのね、チャンネルを見てる本当大半8割とか9割の女性に向けてちょっと世の男を代弁して言わせていただきます。本当男ってバカなんです気がつけないんです本当に。まあ逆に気がついたらちょっと怖いけどね。気がつけないけど、うん、でも気がついたらやっぱこうやって
無償の愛を捧げることができるんです。だから良くも悪くもバカなんですよ。でもそのぐらい不器用な方がいい。逆に器用すぎたら逆に疑う、うん、私はですよね。そう思いますよね。そうなんで長くなってしまいましたが、亭主関白風だった彼が今みたいなもう愛妻家になったのはこういうねいろいろ経緯があり変わりましたよっていうか本性を見せてくれましたよっていうまとめてくれたことです。だってなんか話が逸れていっちゃった気がした。なので動画ショートとか、うん、短尺見てくれてる人はこれ本当だなーみたいな人いると思うんだけど、あれマジなんですいません本当に。逆になんかごめんなさい。いや本当なんですよ。いやなんか一番恥ずかしかったのが、うん、この間さフォローしてくれてる人に認知してくれてる子ね見られて DM その後来てさ、プライベートだったと思うのでお声掛けはしなかったんですけど、お二人で手つないで歩いてて可愛かったですとかめちゃめちゃ恥ずかしい。なんかこう手つなぐって僕たちの中では結構当たり前の事例なんですけど、事例やめて。これ確かに第三者目線で、そうこう SNS でその仲いいのをさこう発信してる夫婦がさ、表参道を手つないで歩いてたら本当に仲いいんだなって思うよね。いやめっちゃ恥ずかしかった。恥ずかしいね。すごい恥ずかしかった。だからこれから外で手つながるのやめる。あのラブラブはしないけどじゃれ合ってるんで冗談言い合ったりとか、だから気をつけよ。そういうところちょっと見られると恥ずかしい、ね、気をつけよマジで。あでもね本当にあのこれだけは言わせてください。ここフロームジャパンなんでやっぱりお外でのラブスキンシップはやっぱ控えてます。例えばこう信号待ちでチューとかしたりとかすごいなんかエレベーターでこうなんかお尻こう触ったりとかやってるやないかい。だからそういうことはやらないですけど、やってますだからそういうの見かけたらなんか本当に仲いいんだなと思ってこう温かく見守っててください。ちょっと夫婦なのでもう改めて DM で言われるのは恥ずかしいんで、あの思うだけにしてください。恥ずかしい。いやだから DM で送るんだったらそのこここう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 声をかけてくれた方が嬉しいです。それが言いたかったの。そう、二文字なのに一文字目で詰まっちゃった。久しぶりにお酒飲んだら酔っ払っちゃった。もういいですか。いいや。こんな感じで、じゃあ今から一緒に寝ます。おやすみ。おやすみ。ごめんね、うるさくして。ごめんね。うるさくしてごめんね。あ、ごめんなさい。うるさかったよね。I just can't quicken now cause I love you. Yes, I